しくじり AKB 中西先生。せい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 。私は好きな。大好き。はい、皆さん、授業を早速始めたいと思います。よろしくお願いします。起立。はい、はい、レイ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ最初にですね、はい、私がしくじったのはこちらです。はい、キャラ変更しようとした。おー、それはどういうことですか？これはですね、私がオーディションを受けて、うん、もう受かった人たちで集まってる初めてのレッスン場で、はい、まだ何も知られてない自分の時に、うん、コミュニケーションを早く取りたくて、うんうん、知ってほしいなと思った時に、はい、もう作らずに今までの自分を出したんですね。だからもう、はい、変顔したり、はい、もう見てみてこれどうとか、うん、もうモノマネしてみたり、うん、そしたらメンバーがすごい笑ってくれて、それがなんか心地が良くてですね、うん、もう最初からもうそっからもうバラエティがもう私の中で始まりまして、うん、だからもう最初から可愛くいたいという気持ちがなく、うん、もうみんなと仲良くしたいという気持ちが先走り、面白いことをずっとやっていき、うん、まあ中西千代で検索してもらったらわかるんですけど、はい、もう変顔ばかり出てきます。お、うん、そんぐらいやってた私が、あることに気がつく時があって、はい、お、何ですか？最初の握手会の時に、うん、並んでいたんですね、みんなが、はいはい、で私が握手会をしようとした時に、はい、ファンがいない。あ、そう気づいて、どうしよう、初めてその事態に気づき、うん、隣がさくらだったんですね。はい、宮島さくら、人気の、あれと思って覗くと行列ができてる。その時に初めてメンバーとの差を感じたわけです。遅いですね。はい、遅かったんです、私は。遅かった。これでいけると思ってたんです。はい、で、そこで、あ、私は何がいけないのかと考えた時に、はい、変顔やアイドルらしくないことをしているのがいけないんだと、はい、桜とまず最初に比べて、あ、ここが違うなと思い、うんうん、キャラ編を考えたんですね。すいません。今変顔してますか？してません。これは変顔してない。真剣にしてます。今真剣な。はい。真剣に話してるんですよ。変顔してるのかと思ってないんですけど。全然やめる気ないのかと。はい。すいません。すいません。ごめんなさい。そこで気づいて、はい、私は一回、静かな、おしとよしキャラに行こうかと思いまして。おしとやかキャラ。はい。はい、そこで、うん、やっていた時にメンバーに元気ないねと言われまして。おしとやかなキャラを。あれ、これは、キャラとしてやってるのに元気がないというマイナスイメージに取られまして、うん、はい、あ、これは違うなと、うん、自分の中でもやっぱりバラエティで行かなくちゃもう今更無理だと気づき、うん、はい、またバラエティの道に進むわけですね、うん、はい、でもそのね、バラエティの道に進むと決めた私にまた迷いがやってきます。はい、悩んでます。はい、次にしくじったのがこちらです。ネットの批判を真に受ける。あ、はい、私はですね、ね、最初に、はい、何も知らずに芸能界に入り、はい、いろんなことをしてきました。はい、その時にですね、はい、ネットというものを知ります。うん、で、あ、自分の評価を知りたいと。はい、で、ネットで中西千織調べて、うん、どんなことが出るかなと思った時に、はい、最初にブスと出ます。中西千織ブスト。はい、あれ？おかしいなと、はい、おかしいね、でそっから見ることになったんですね。もう見続けたんです、そっから、はいはい、そうするともう目にしたくない言葉がずらーっと並んでたんですね。傷つく言葉ばっかりだと、はい、もうね、ブスとかなんかもうブスとか、もうゼブとか、もうちょっと調子乗れないとか、はい、ちょ多いですけどね、もう当たり前のように、はい、そういうことがたくさん、はい、うん、それもありましたよねたくさん並んでたんです。その中で、はい、出すぎるなとか、ちょガヤでやってたので、うん、はい、うるさい、面白くないとか出てた時に、うん、周りのメンバーを飛ばすなとかな、そう、それで私がすごい気にしてしまいまして、はい、ちょうどその時博多百貨店というものをやってまして、うん、はい、HKT としてやっぱ初めてなんか頑張ろうというか、なんかそういう大きな、はい、そう番組ができまして、はい、でガヤというか端っこのやつで千織とか村重とかいたんですけども、うん、はい、もうどん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 行けと、サッシーにもう何も怖くないから行けと言われたんですけど、うん、その時にこれを見て、はい、でしゃばるなとか、はい、うるさいとか、気持ち悪いとか嫌だとか、気持ち悪い、顔がでかいとか、ちょ多いです、こっち見るなとかありましたけどこっち見るなちょ多いですけどね、いろいろそういうのがあった時に、はい、今までぐいぐい行けた自分が、はい、あれと、うん、行こうとした時にちょっと考えるようになって、これ行くとまたうるさいと言われたりするんじゃないかと思い、行けなくなったんですね、私がぐいぐいと。そうすると、だんだんとそのなんかバラエティ番組での私が
あの出る、はい、あのカット数が増えます。おどんどんカットされていくんですね、はいはい、私がもう番組とかで喋ってないからね、よく見るんですけど、うん、あ使われてないなと、はい、あんなに喋ったりどこ行った、うん、っていうのがどんどん続くんですよ、うん、で私がどんどん心が折れていきまして、はい、あれ私に、まあ、バラエティしかないのに、はい、どうしていけばいいんだと、うん思って、でもまたネットを見るんですね、うんはい、でももうそこにはまたもう嫌なことしか考えてないと、うん、うるさいとかうるさいと か, とか、はい、こっちみんなとか、うん、顔でかいとか多いさっきから多いですけど、はい、そういうのがありまして、うん、私はどん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 心をちょっと闇に変えていくんですけど、はいはいうん、ちょっとね気にしちゃってね、はい、そういう中でですね、はい、メンバーがすごく優しく、うん、そんなのは気にするなと、うんはい、自分を貫けと、うんそういうふうに言ってくれて、あ、私は自分の意見を失っていたなと思って、はいうんまあ、自分をちょこっとずつ取り戻していくんですね。うんはい、でそして、まあ、最近のしくじりがこちら。うんはい、4連続圏外、はい。こちらはね、最近あった総選挙もありますけど、ねうんはいまあ、これがね、ちょっと自分の中で無駄な時間じゃないですけども、迷った時間が、ちょっとね、もうちょっと自分の中でもっとね、うん、ファンの人にアピールできたんじゃないかなと思って、うん、ちょっとね、皆さんに、喜ばせることができなかったなと、恩返しをしたいなと思っていたんですけど、はい、頑張りがね、ちょっと、伝わらなかったのかなっていう気持ちもどっかでありながら、はいうん、それがね、もう圏外という道に繋がったのかなと思うんですけども、はい、それもそれでね、うん、圏外だから、ダメだと。はい、いうことではないじゃないですか。ないですね。仕事もないわけじゃないですし、ね、チャンスだって来る、はい。だから私はもう吹っ切って、はい、県外でも、すごい、辛いとか悔しいとかあるんですけども、はい、もうね、来年に向けても私も頑張ってるので、もう前を向いて、そう、うん、もう皆さんとね、はい、私のファンの皆さんとまた来年、頑張っていきたいなという気持ちに切り替えた中西先生でございました。前向きに切り替わりました、はい。そうです。だからね、以上のことを踏まえましてね、はい、自分の意見を大切にしながら、ねえー、皆さんのね、意見も聞きながらね、うん、まぁ、ちょっとそういう嫌な意見は、ちょっとスルーしながら、はい、自分の中で意見を大切にして頑張っていきたいなと思います。はい皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ね。ありがとうございました。ご視聴って見てないから。ご清聴ですね。はい。はい。ではここで一曲お送りしたいと思います。これは中西先生の人生の中で忘れられない曲でございます。うん、はい。初めて挫折を、感じた曲でございます。はい、聞いてください。HKT48 でメロンジュース。